実はプロテインをガブ飲みしてもタンパク質不足って改善されるどころか逆効果かもしれないんです。はい、皆さんこんにちは。元ブライダルモデル、ヨガインストラクター、パーソナルトレーナー、そしてアラフォーアンバランス代表の萌です。今日はタンパク質について、美肌や潤髪、そして白髪改善とか若返りやアンチエイジング、健康のためにタンパク質を取らなければいけないというのはもうご存知の方も多いと思います。タンパク質を取らなきゃと思って毎日毎日プロテインを飲んだり、たくさんお肉や魚を食べているあなた、実はプロテインをガブ飲みしてもタンパク質不足って改善されるどころか、アレルギー反応を起こしてしまう原因になってしまうかもしれないんです。つまり逆効果かもしれないんです。人間の体の約 20% はタンパク質でできています。体の 60% が水分なので、残りのうちの 40% の半分がタンパク質ということになりますね。お肌はもちろん、爪や髪や筋肉や内臓、血管、そしてなんと神経伝達物質、ホルモンなんかもタンパク質から作られているんです。美肌や潤髪のために大切なあのコラーゲンだってタンパク質の一種ですし、それだけじゃなくってね、酵素やホルモンとして代謝を調整してくれたりもするんです。ストレスに対抗する心や健康のバランスも全てタンパク質が源っていうわけ。それにもかかわらず、私たちの体内だけでは合成することができないんです。だからタンパク質はお食事からたくさん摂取しなければいけないし、積極的に摂取しましょうって最近よく耳にするんです。ただしこちらが落とし穴なんですが、タンパク質ってただただお食事から摂取しているだけでは、タンパク質不足って改善されるとは限らないんです。まずお魚やお肉、プロテインと言われるタンパク源をお食事から摂取するとします。摂取されたタンパク源は次に分解されていきます。分解されるとアミノ酸になって吸収されます。それから腸から肝臓へと移動していきます。やっとそれから私たち人間の体のそれぞれの組織に合うタンパク質へと変わっていくんです。タンパク質はたとえお食事から大量に摂取をしたとしても、肝臓でアミノ酸に置き換えられる際にね、私たちが足りていない、美肌になってほしいとか白髪を改善したいとか、都合いい組織へ変換されるとは限らないんです。基本的に腸や肝臓がしっかりと元気に働いていなければ、どんなにタンパク質を積極的に摂取したとしても、分解、吸収、そして新たな組織の合成の機能が低下していればほぼほぼ意味がなかったんです。まだまだそれだけではないんですよ。恐ろしいことに、アミノ酸に分解する能力が低下している方がタンパク質を大量に摂取すると、なんとアレルギー反応が起こってしまう危険性だってあるんです。つまりね、消化吸収の能力が弱っている人がプロテインをガブガブガブ飲みすると、摂取したタンパク質がアミノ酸に分解されずに体内にそのまま吸収されて、体が拒否反応を起こしちゃう。それがつまり鼻炎や結膜炎やアトピーというアレルギー反応だったんです。毎日プロテインも飲んでいるし、お肉やお魚もたくさん積極的に摂取しているし、私は髪や爪やお肌、内臓のためにしっかりとタンパク質を摂っているから、筋肉もたくさん作られているから大丈夫と思い込んでいる方、大変残念ですが、お伝えしにくいんですが、その思い込みはとっても危険です。タンパク質はただ摂取するだけでは意味がなかったんです。そこで今日は
タンパク質を効率的に摂取する方法、あなたの胃や腸がどれくらい弱っているのか、隠れ低胃酸なのかをチェックする方法、そしてお食事について効率よく摂取したタンパク質があなたのお肌になったり、うるう髪を助けたり、内臓になったり、生き生き若くいられるようになる方法をお伝えしていきたいと思います。このようにこのチャンネルでは美容や健康やアンチエイジングに関する有益な情報をヨガインストラクター、ブライダルモデル、そしてアラフォーママの視点でお伝えしています。この動画がもしためになったという方は高評価ボタンやチャンネル登録をいただけるととてもとても励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ではまずチェックから開始していきます。ではね、ではね、どうしたらいいかというと、それにはまず食後すぐのあなたの胃腸の調子をチェックする必要があるんです。先ほどお伝えしたようにタンパク質っていうのは摂取してから消化、吸収、アミノ酸を再合成する過程が重要になってくるんです。そこでまず消化、吸収、再合成に大切な機能である胃腸の調子を観察してみてください。例えば食後すぐ胃もたれを起こしやすい人、胃が少し重たくなるような人、脂身たっぷりのお肉とかステーキとかちょっと苦手だなというような方、そういう方はまず最初にお食事を摂取してから胃酸でタンパク質をアミノ酸に分解する過程という部分で、すでに胃酸の量が少なくてアミノ酸に分解する能力が低下している可能性があります。低胃酸とも呼ばれていて、ビタミンやミネラルの大事な栄養素の吸収低下にもつながっています。腸の感染リスクや腸の炎症のリスクの原因ともなるんです。こういう隠れ低胃酸という方は意外と最近多いみたいで、気がついていない人が多いみたいですよ。胃酸が食道に逆流しちゃって胃が痛くなったり胸焼けがあるという方や、反対に胃酸過多であるって思い込んじゃってる可能性だってあるんです。こういった方はまずタンパク質をたくさん摂取することをする前に胃腸の健康状態を良好にしていく必要があります。胃酸をしっかりと出して食べたものを分解する能力を高めていく必要があるんです。ちなみにね、隠れ低胃酸さんになる原因っていうのが、1つ目はピロリ菌の発生、2つ目はストレス過多、3つ目が早食い、4つ目が亜鉛やビタミン B 群の不足、そして5つ目が夏に多いけどアイスとか美味しいよね、冷たいものも摂りすぎ、そしてなんと一番多い6番目がカレーです。老化によって胃酸が少なくなっているんです。今よく胃腸が弱い、胃が痛くなるという方、胃酸過多って思い込んでないですか？実はカレーによる低胃酸かもしれないですよ。年齢を重ねると消化酵素である胃酸が減ってくるんです。隠れ低胃酸さんについてはチェックすることができます。それは重曹胃酸テストです。重曹はコップ1杯の水 100ml に対して約 2g、 だいたい小さじ3分の1ぐらいを目安にしてください。起床後すぐに胃の中に何もない状態で重曹水まずゆっくりと飲んでいきます。そしてタイマーをセットして3分経ってもゲップが全く出てこないという方、つまり胃の中に溜まった炭酸ガスが出てこない、そういう場合は低胃酸の可能性があるんです。こちらはググってみていただいたり検索していただいても出てきます。ではこれらを改善していくにはどうすればいいのでしょうか。まずその1は、よく噛んで食べるということです。咀嚼によって胃酸の分泌量は増えていきます。その2は、冷えていないリンゴ酢やレモン水を飲むです。その3、酢の物を積極的にいただいて唾液の分泌量や胃酸の分泌量をたくさん出して消化酵素を若い頃のようにたくさん分泌させます。他にも生姜をスライスしたりすりおろしたりして飲み物に入れるのも効果的です。こうすることによって温活にもつながります。それでもどうしてもとてもとても胃腸の調子が悪かったり、タンパク質を摂ると消化不良になっちゃうっていう人は、お肉やお魚のタンパク質
パク質をたくさん無理して摂取しようとはしないでください。それよりもタンパク質を摂取した後に分解された次の段階になるアミノ酸をサプリメントとしてたくさん摂取する方がおすすめです。あなたの胃腸の調子に合わせて選んでみてください。さらにね、ビタミン C もアミノ酸の再合成を助けてくれる働きもあるので積極的に摂取してみてください。こちらについては以前こちらの動画でご紹介しましたので、ビタミン C の摂取の仕方ご興味ある方はぜひ概要欄からご参考にしてみてくださいね。ではいよいよタンパク質の摂り方について解説していきたいと思います。まずは肉、魚、卵、プロテイン、この4種類から全てバランスよくタンパク質を摂取するという方法です。こちらが一番タンパク質不足を解消するのには手っ取り早いんです。なぜかというとね、それぞれタンパク質プラスアルファで入っているものが違うからです。これらのメリットとデメリットをきちっと理解した上でこの4種類の中からまんべんなく取り入れていくことで効果が倍増していくんです。まずその1、卵について解説していきます。卵はね、完全栄養食と呼ばれていて、ビタミン C と食物繊維以外の全ての栄養素がこの卵の中に入っているんです。タンパク質の必須アミノ酸のバランスがとても良いので良質のタンパク源となります。さらにね、卵白には口内炎などの炎症を抑える作用もあるんです。卵白にはビタミン B2 がとっても豊富なの。でもね、デメリット、注意していただきたい点が一つあります。アレルギー、特に大人になってからのアレルギーっていうのが同じものを継続して食べ続けることで起こると言われています。特に発症しやすいのがなんと卵と言われているんです。毎日食べてもいいんですけど、卵だけでタンパク質を摂取しようというのはとっても危険。お肉や魚からもバランスよくタンパク質を摂っていただきたいです。バランスよく摂取することによって卵を摂ったタンパク質の体への影響は何倍もアップしていきます。次にお肉です。お肉にはタンパク質の他に美容と健康には欠かせないビタミン B 群がむちゃくちゃ豊富なんです。そして女性にはとっても嬉しい貧血を予防する鉄分もたくさん入ってるし、優れた栄養成分が豊富に含まれています。デメリットとしては肉の脂質に多いのは飽和脂肪酸と言われてて、摂りすぎるとコレステロール値や生活習慣病のリスクにつながると言われています。お肉に含まれる油はお魚に含まれる油とは違って血液をドロドロにしちゃうので、食べすぎるとお肌にも良くないし動脈硬化にもつながってしまうんです。次にお魚です。お肉と正反対で魚に多く含まれている DHA などでおなじみの不飽和脂肪酸がとってもお魚には多く含まれているのが特徴です。こちらはね、様々な研究の結果、中性脂肪や悪玉コレステロールの値を減らして脳の働きを良くして賢くなったり、血液をサラサラにしたりする効果があるのでお肌にもとてもいいんです。そのため魚に含まれる油は体にいいというのはご存知の方も多いので、積極的にぜひとも摂っていただきたいです。ただしお魚ばかり食べて全くお肉を食べないと一体どうなるかというとね、まず生命維持の根幹に危険が及ぶ。ん？どういうこと？それはね、最近知ったんですが、脳機能の低下やうつ、疲労蓄積の原因になるということが研究で分かったそうなんです。それはね、セロトニンが脳の中で作られて細胞が活性すると、私たちは嬉しいとか楽しいとか幸せとかプラスの感情が生み出されるんですけども、うつ状態を継続的に示す精神病患者さんの研究では、脳内のセロトニンの分泌量がとてもとても低いということはご存知の方も多いと思います。ただ脳がセロトニンを作る原料であるトリプトファンという物質を食品から摂取しなければならないんですが、トリプトファンはタンパク質を含む食品には多少は含まれ
ているんですけど、実は大豆などの食物性タンパク質やお魚からはとっても少量しか得られないんです。幸せホルモンセロトニンを分泌するためのトリプトファン、とてもとても多く含まれている食品がなんと牛肉や豚肉、乳製品、主に肉類に多く含まれているんです。つまりね、やる気を出したり前向きな気持ちになったり、幸せホルモンが分泌されて、私たちが毎日楽しく幸せを感じて生きていくためには、タンパク質をお肉から摂取することがとっても効果的だったっていうわけ。特に成長過程のお子様には、私たち大人よりもはるかに驚くべきサイクルで細胞が分裂して成長しているので、お肉とお魚両方から摂るタンパク源ってとってもとても大切だったんです。では次にプロテインです。厚生労働省によると、日本人の1日あたりのタンパク質の平均必要摂取量は年齢にもよりますが、成人男性で 50g から 60g、 成人女性で 40g から 50g とされています。さらにね、妊娠中の方はお腹の赤ちゃんにも栄養を運ばなければいけないし、成長期のお子さんなんかはさらにもっと必要摂取量は多くなってきます。まずこれを例えば食品で表してみると、牛もも肉 100g の中には 19.2g、 鶏もも肉 100g 中には 16.6g、 豚ヒレ肉 100g 中には 22.2g、 鮭1切れ 70g には約 15.8g、 卵1個には 6.2g、 納豆1パックでいうと 8.3g、 ヨーグルト1カップ6.9g。 これから考えると、忙しい現代人がお食事からタンパク質を摂取するのは少し難しくないですか？かなりの量の料理をしなきゃいけないし、かなりの量のお食事を頑張って取らなければいけなくなります。特に胃腸が弱っている方、分解能力や消化酵素の分泌が少なくなっている方はちょっときついですよね。なので、お食事からタンパク質の摂取量が不足してしまうというのが現代人だと思います。そこでプロテインの登場です。プロテインはあくまで補うものではありますが、しっかりと積極的にお肉、お魚、卵、そしてプロテイン、この4種類から均等にプロテインを摂取することをおすすめします。プロテインはね、なんかアスリートの人が飲むものかなみたいな印象もあると思うんですけど、健康維持の利用には最近よく利用されててね、そのまま飲むっていうのもできるんですが、手作りのホットケーキの中なんかに混ぜても効果的です。糖質制限の流行によって最近何かしら敵対視されている糖質なんですけど、以前私も糖質制限の動画は出させていただきましたが、実はね、タンパク質は糖質と同時摂取がおすすめなんです。タンパク質は糖質とセットで一緒に摂取すると、血糖値が上昇するためにインスリンが分泌されます。そうするとね、実はアミノ酸の再合成が促進されるんです。さらに糖質がエネルギー源となって、アミノ酸が別のエネルギーとして利用されてなくなってしまうのを防いでくれるんです。以前のこちらの動画でもお伝えしたように、糖質の過度な摂りすぎは血糖値の急上昇、急降下を招いてしまうので、注意してほどほどにしてみてください。洋服や化粧品と同じように、食習慣も年齢とともに変化するのが当然だと思います。なので、今日ご紹介したようにタンパク質を摂取しているからと言って必ずしもタンパク質不足になっていないとは限らないんです。もちろん口から入れるお食事っていうのはとっても大切ですけど、それを消化吸収そして再合成する基本的な体の機能が健康的で元気でいないと、せっかく摂取したタンパク質は無駄になってしまうんです。これまで栄養学についてたくさんの動画を出してきて、私が今思うことは、全てはバランスであり、何事もやりすぎは良くないということをしみじみ感じてます。健康面で免疫が低いというのは病気の原因ともなりますが、だからといって免疫が高すぎるのも実は危険なんです。血圧は高すぎても低すぎても良くないし、
血糖値も同じですね。自律神経は興奮させる作用がある、交感神経が優位すぎてもいけないし、鎮静させる副交感神経と、そして交感神経がちょうど良いバランスであってこそ、体の機能がちょうどいい具合に調整できているしね。つまり何事もバランスが大切なんだなということを40歳になって今頃しみじみと感じてくるようになりました。だってね、生き方についても真面目に生きるということはとっても素晴らしいことだけど、時には少々手抜きがあってこそ体やメンタルのバランスが整ったりします。人間だもの、頑張ることはとても意義のあることだけど、頑張りにも限界があるよね。そういうことを知らなくてはいけなかったなぁと最近しみじみと感じてます。ダイエットや食事制限に関しても一緒だと思います。頑張った自分をねぎらって、たまには失敗してみて、お休みして気力が回復したらまた頑張ればいいんです。さらに言うと、体調もね、多少悪いところがあってこそ体を見直すきっかけにもなるし、案外実はちょうどいい人生のバランスになるのではないでしょうか。私は幼い頃から完治することのない持病を抱えて生きてきましたが、それがすごくコンプレックスだった時代もありました。でもだからこそ人一倍美容や健康について調べて勉強してきました。そして気を使うようにもなりました。今は人生100年時代と言われているので、脳を元気に長い人生を楽しむには何事もバランスだと思ってきました。本来ね、人間はお腹すいたって時に食べて、満腹になったら残しちゃう。食欲がない時は一食ぐらい抜いてもいいし、体が欲する自然な食べ方をすることで本当は体が引き締まっていくものだったと思います。本来はね。なので苦手なものは無理をして食べる必要はないですよ、ということを前提として、お肉や魚や卵積極的に食べて、たまにはプロテインをプラスして、分かりにくい人は日本人が昔から食べている和定食、これに沿って献立を作ってみることから開始してみてください。無理をせずにバランスよく続けられることを行いながら、タンパク質を取って、それがうまく消化吸収そして再合成されて、あなたの体が生き生きと、お肌や爪や髪の毛や内臓や、そしてホルモンになって、あなたがいつまでも健康で、そして笑って若々しくいられるようにできることから始めてみてください。ではこの長い長い動画を最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画のご感想やご質問に関してはコメント欄にお待ちしてます。あなたの気になる部位別ごとに動画が届く公式 LINE を作りました。こちらは概要欄からぜひぜひお友達登録お待ちしてます。ではまた次の動画でお会いしましょう。